ホリプロチャンネルをご覧の皆さん、石垣雄馬です。今回このお話をいただいた時ですね、青山劇場でお芝居ができるという、そこにまず一番ワクワクしたんですけど、その理由はですね、僕初めて舞台に立たせていただいたのがですね、劇団新幹線の大江戸ロケットという作品だったんですけども、それがなんと青山劇場だったんです。その時初舞台で緊張して、お腹が痛くなるぐらい緊張してたんですけど、それから十数年経って成長した自分を青山劇場で、そしてご覧になる皆様に表現できて、いい芝居ができたらいいなと思って、これから頑張っていきたいと思います。千九郎という役なんですけど、実は僕何にも知りません。まだ台本も出来上がっておりません。ただですね、今日このスタジオでですね、初日を迎えたということなんですけど、見てください、この格好とメイクを。これはスタッフさんの皆さんの力です。多分こんな格好で舞台には出ないと思うんですが、これをイメージして役作りをしたいと思います。皆さんどうもよろしくお願いします。僕がこの舞台で楽しみにしていることは、やはり青山劇場でお芝居できるということが第一にあるんですけども、それを超える興奮があるというのは、やはりこの作品は立ち回りがあるということですね。今年の初めにジャパンアクションアワードという賞をいただきまして、で改めてスーパーヒーロー対戦やったり、ギャバンやらせていただいて、成長した僕をこの作品で今一度こう稽古し直して、鍛えて舞台に上がりたいなと。で今回の立石が諸梶裕太さんという方なんですけども、その裕太さんはですね、僕に初めて刀を持たせてくれた方なんですね。その方は安曇野立石なんです。だから僕の憧れる立石の方と、そしてジャックのジャパンアクションエンタープライズの皆さんと立ち回りができるのを楽しみにしております。石垣雄馬です。とにかく頑張ります。それしかまだ言えないですが、とにかく頑張ります。体を張って表現したいと思います。皆さん見に来てください。